はい、それではドライビング契約のミッションやります。ちょっと運転系は久しぶりじゃな。なんだ、どうしたシーラ。ポーニー傭兵隊を甘く見てたみたい。連中はハイテクになってる。 CTOS にも侵入したようね。奴らがハッキングに使ってる乗り物は特定できたんだけど、一つ問題があるの。どんな問題だ、聞かせてくれ。制限範囲があって、車をその範囲外に出せば遠隔操作で破壊できなくなり、私たちは分析を行える。盗んだ瞬間に破壊されないとも限らないよな。スピードよ、一定以上の速度で走れば連中はロックオンできない。うわ、なんか全速力新しいな。任せろ。何、スピード落としたらダメってこと？なんか新しいぞ。速度を上げろ。カーブか。うわ、しまった。うわ、やばいやばい。厳しくね。はい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 。もうほんま速度落としたらダメなんじゃな。あんだけでも。あ、上にセーフゾーンってあるな。うわ、もうブレーキなんて踏めんじゃん。危ない。うわ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 、厳しい。ちょっと違った、道違う、道が違う。おお、厳しい。これはフォーカス必須じゃな。てかもうコースが分からんのよな。もう車邪魔。うわ、はい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 、これぐらいならいけるんか。よし、高速乗ったらちょっとは楽。うわ、厳しいな。厳しい厳しい、むずいむずい。急に止まるな、ピターって。追跡できなかったわ。やったぜ、戦利品は届けた。あんな運転はサーティーサーティーで遊んだ時以来だ。
聞きたくない話かも。元ネタがわからん。そうかもな。私はこの車を隅々まで分析してハッキングの方法を調べてみる。ありがとう謎の男さん。なんてことない。なあ、こういう類の仕事があったらまた連絡してくれ。